こんにちは、カードメンテラボ君です。今日は監督やコーチによく怒られる君、そして全然怒られない君にということでお話をしていきます。スポーツやってるとですね、まあ、よく怒られる子もいれば、全然怒られない子もいるし、そしてどちらとも言えない子がいると思うんですね。で、僕自身が小学校の頃を思い出すと、まあ、レスリングや柔道やってる時に、まあ、怒られることが比較的多い子供だったなというふうに思います。で、その頃はまあ、練習しっかりやれとか、ちゃんと技かけろとか、そういったことで怒られやすいタイプだったんじゃないかなというふうに思います。で、中学校や高校になった時には、まあ、キャプテンをやることが多かったので、まあ、後輩の分も怒られること、まあ、後輩が何かした時に、まあ、キャプテンである僕の責任だということで怒られることもありました。だから僕はこうスポーツやってる上ではよく怒られることが多かったなというふうに思います。で、一方でですね、こう大人になってというか、この修行に入った場所ではあまり怒られることは、まあ、先輩に怒られることはあったけど、師匠に怒られるってことはあまりありませんでした。そういうふうに考えるとですね、子供の頃に怒られていた内容と、中学校高校時代に怒られていた内容と、そして修行時代にあまり怒られなくなった自分と、そしてまあ大人になってからある団体みたいに入ってですね、そういったところで余分なことを言ってまた怒られる自分と、いろんな自分がいるんですけど、まあ、僕はその両方を経験したなっていうふうに思うんですね。で、僕自身がこう怒られるっていう時っていうのはですね、まあ小学校の時に怒られた時っていうのは、確かに練習中に技をかけるのが遅かったりとかですね、まあ、スキル的な問題ですよね。あとはこう気持ち的な、やる気的な問題ですよね。そういったことで怒られるってことは、まあ、腑に落ちる部分が多かったので、そのことに関して監督やコーチにこう不満を持つっていうことは、まあ、あまりありませんでした。そのことで、まあ、怒られることは嫌だったけど、こう不満に思うことはなかったんですね。そして中学高校になって怒られるのは、まあ、キャプテンとか部長やってるっていう責任があるっていうことをすごく僕は感じていたので、まあ、理不尽だなっていうふうに思うことはあっても、そのことで、まあ、後輩たちに言わなきゃいけないなっていうふうに思って、割と前向きに捉えられることが多かったんですね。まあ、怒られることをこうプラスに転じることができることが多かったし、そういう指導者の方に会ってきたなっていうふうに思います。で、よく怒られる子の中では、やっぱりこうどう考えても理不尽に自分だけが怒られるっていう子もいると思うし、今と僕がそうだったように同じように納得できる部分もあるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、この怒られるっていうことはですね、その時に嫌な気持ちした時に、まあ嫌な気持ちをした時にやっぱり感じておいてもらいたいのは、目をかけてもらえてるっていうことをやっぱり感じてもらうといいんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、自分のこと全く興味がなかったら怒ることもないだろうなと。まあ、中には感情で怒る監督コーチも未だいるかもしれないですね。まあ、前時代的なコーチ監督もいるかもしれないんですが、大体の場合は怒られている君自身を思って言ってくれることが多いので、できればですね、その怒られたっていうふうに思うんではなくて、まあ、改善点を言ってもらえたっていうことをことで捉えてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。でも、それでもどうしてもちょっと違うなっていう時には、まあ親御さんと相談したりとかですね、その自分のかかってくるストレスを溜め込みすぎないようにしてあげることが、怒られる時に注意してもらいたいなっていうところです。で、一方でですね、全然怒られない君っていうのですね。で、僕が自分のこの修行先で行った時に怒られなかったのは、師匠に怒られなかったのはですね、まあ正直こう僕はやるべきことをやっていた自信があったんですね。なんかこうサボったりとかすることもなかったですし、まあ、やるべきことがたくさんあるんですけど、それをこう投げ出すようなことがあんまりなかったので、その僕の正直前にいた先輩はそういったことが多少あったので、そこと比較した時に、まあ、よくやってくれてるっていう風な、まあ、前者との比較があったこともあって、まあ、そのことで師匠に怒られるってことは、まあ、ほとんどなかったんです。で、これは、まあ、相手にはしてもらっていたけど怒られる状況でなかったっていうふうに僕は分析しています。で、全然怒られない子の中にはですね、怒ったらこの子は気持ちをこう害するんじゃないかなっていうような空気感を与える子には、指導者は怒らないことが多いんですよね。
怒りやすい子っていうのは基本的にこれ僕のことではなくて、まあたくさんの指導者さんとかと話をしたりとかですね、実際に僕は子供さんたちと接している中で怒りやすい子っていうのは、この子に言ったら素直に聞いてくれそうだなっていう子にそういった言葉が集まるなと思うんですね。だから怒られるっていうことはかなりこう伸びしろが増えるんじゃないかなと思うんですね。まあかといって怒られるからいいってわけじゃないですね。いい加減にやったりとかですね、気持ちが入っていないことで怒られ続けるってことは、まあその信用を失っていくので決して良くないんですけど、怒られやすいっていうことはあんまりネガティブなことではないんじゃないかなっていうふうに思います。でも全然怒られないっていうのは、怒ったらこの子ふてくされちゃうなとか、怒ったらやめちゃうかもなとか、怒ったらマイナスの方向に行っちゃうなって思うから怒れない、怒ることができないっていうケースがあるんですよね。だから全然怒られないっていうこの中で、自分がちゃんとやれてるわけではないっていうふうに自分自身を分析している子がいるとするんだったら、これちょっとこう僕は危険じゃないかなと思うんですね。それ素直さがそのコーチたちには伝わっていない。その子、そういうふうに怒られない子がそうだとは限らないけど、そのコーチたちからしたらこの子怒ってもいいことにならないかもしれないなって思ってる可能性があるんですよね。そう思うと怒られに行けっていうわけじゃないんですけど、やっぱりこう何か改善点がないかなっていうことは考えた方がいいんじゃないかなというふうに思うんです。やっぱりですね、こう怒られることがいいわけでも全然怒られないことがいいわけでもないんですけど、もちろん自分がやった方がいいことをきちっとやって、でもここのことは注意してあげなきゃいけないなっていうふうに監督コーチが思った時に、その言葉をストレートで言えるような自分でいるっていうことは大事かもしれないですよね。何か指示をした時にえって嫌な顔する癖がないかなとか、えマジとか、え嫌だとか、そういう否定的な感情の顔を見せたり雰囲気を出すことが多ければ多いほど、まあ全然怒られなくなるし、アドバイスも受けることができなくなってっちゃうってことは頭に入れておいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でも一方でこの子は言いやすい、まあ言いやすいがために怒られすぎて、実はその子自身が怒られることに免疫があんまりなくて強くなくて、気を病んでしまうっていうことがあるとすると、怒られるってことはもう本当にマイナスになってしまうんですけども、やっぱり怒ってくれる人がいるとか何か言ってくれる人がいるっていうことは、まあプラスに働くっていうことは間違いなくあるんじゃないかなと思いますので、怒られる君はそんなにそのことを、怒られすぎる君はね、そのことをこう思い悩みすぎる必要はなく、これプラスに感じてもらいたいです。全然怒られない子っていうのは自分が怒られない理由があるのか、それやちゃんとやるべきことやってるから怒られないんだっていうふうに言うんだったらいいんだけども、もしかしたら自分に何かを言った時に自分が嫌な顔しちゃうかもしれないと思われてるかもしれないなっていうことをちょっと振り返ってみて、普段の何か言った時の返事とか普段の挨拶とか、そういったことをきちっとできてるかなとか、気持ちよくできてるかなとか、そういったことを一回振り返ってみるといいのではないかなっていうふうに思います。でもしよかったら参考にしてみてください。それでは。Thank you.